はようございます、おはようございます。ヘルチャンネルサブの時間でございますですよ。来た、イブサブロー。もうこれですね、定例の挨拶文にしようかなっていうふうにですね、思ってるわけなんでございますですが、ですね、本日はですね、何をするのかって言ったらですね、今からですね、立ちの撮影をですね、やってみようかなっていうふうにですね、思うんですよ。立ちの撮影といってもですね、おじさんのですね、あそこがですね、まあなんでもないんですけど、朝っぱらから下品なこともですね、かましながらですね、行きますですよ、サブチャンネルでございますからね。まあそんなわけでございまして、今からですね、撮影現場にですね、向かうまでの様子を皆様にお届けいたしますので、お付き合いのことよろしくお願いいたします。というわけでございまして、本日はですね、GB350 に乗りましてですね、撮影現場まで向かっているというわけなんでございますですが、この間までですね、おとといか、ハンターカブ CT125 に乗ってですね、600キロツーリングをやってきたというわけでございましてですね、今度はですね、GB をですね、エンジンをですね、回さないといけないというわけでございます。スーパーカブもね、そろそろちょっとエンジン回さないとやばいなっていうふうにですね、思っておりますので、磨いてばっかりじゃですね、いかんなっていうふうにですね、思ってるんですよ。以前おじさんですね、動画に撮ったじゃないですか。好きなオートバイを4台かき集めたらですね、大変なことになったっていう動画をですね、作ったことがあるんですよ。今3台じゃないですか。割と3台でも大変だなっていう風にですね、やっぱりね、台数が増えたらですね、あれ動かして、これ動かして、それ動かしてみたいな形にですね、なってしまうというわけでございます。来年また1台増しようかなみたいなこともですね、そんなこともですね、密かにですね、思ってるというわけでございます。それにしてもですね、制限解除になったじゃないですか。広島からですね、出れるというわけでございまして、この間兵庫県と、それと京都と、で、愛媛県かにですね、行ったわけなんでございますですよね。やっぱりね、ロングツーリングはいいね、生きてるっていう感じがするわけでございますですよね。そうなんだ、おじさんがですね、やっぱりですね、100キロ、200キロ、300キロぐらいのツーリングだったらですね、なんかねっていうふうにですね、なんかねっていうふうにですね、思うわけでございます。でもね、今日はですね、半径ですね、30キロ以内の範囲をですね、うろうろするわけなんでございますですか。短いなら短いで、これも好きなのよ、意外と。GB350 のツーリングをやった時にですね、コメント欄にですね、入っていたんですよ。どこどこに来て、和歌山県に来て、そしたら止めてあげるけ、みたいなコメントも入っていたわけなんでございますですけど、いやー、ほんとね、夢広がるなーっていうところをですね、感じておりますですよ。まずはですね、第一目標地にですね、着いたというわけでございます。ここでですね、缶コーヒーを仕入れます。車が止まってるな、ポージングが決めれねえじゃねえかよ。コーヒーもですね、仕入れましたですよ。もう喋り上げるんですよ、現地で。だから喉乾きますですからね、コーヒーはですね、必需品というわけでございます。無糖ですよ、無糖ですよ。天気が悪くなってきたな。前回も立ちの撮影しようかなって思ったら、もう大豪雨みたいな形になったんで、なんか今日も嫌な予感するな、大丈夫か。今日は6月の終わりぐらいというわけでございまして、もうちょっとしたらですね、7月なんだ。当たり前のこと言うよね、またですね。6月が終わってからですね、8月にですね、なるわけがない。そらミステリーゾーンだっていうところはですね、分かってるわけなんでございますですか。夏がですね、やってくるというわけなんですよ。去年もですね、言い続けてきたんですけど、夏っていうのはですね、非常にですね、短いんですよ。セミの一生がですね、短いようにですね、夏もですね、短いというわけでございますので、今年の夏はですね、全力をですね、尽くしていきたいなっていうふうにですね、思うわけでございます。寒くなったらね、やっぱりどうのこうの言ってもですね、バイク乗るのは寒いんだよ。当たり前のことをまた言ってるね。寒くなったらそりゃ寒いですよ。久しぶりにですね、第二撮影スタジオ近くにですね、来たわけなんでございますが、えらいひんやりしてるな。あ、そうだ、虫がいるかな。まあまあそんなこともですね、思うわけでございます。というわけでございまして、第2撮影スタジオにですね、到着しました。太陽の位置はどっちだ？真上か。まあ、どこで撮影しても一緒だな、今日は。すごいでしょ？ちゃんとですね、太陽の位置をですね、確認するわけなんだ。おじさんもいろいろですね、ね、YouTuber っぽいことをですね、太陽の位置確認するぐらい、誰でもするわ、って写真撮るときってですね。まあ、そんなこともですね、ちょっとですね、言ってみちゃった。奥の方に行ってみようかな。これ芝生どうかな、ぐさぐさかな、あ、だいぶ乾いてるね。 OK というわけでございまして、今日はですね、こちらでですね、立ちの撮影をですね、おじさんのあそこがですね、もう言うんじゃないよ、朝よ言うたじゃないかというわけでございまして、今からですね、立ちの撮影をしてみたいと思います。ではでは。